はい、じゃあ小山くんがニューマシンを買ってきたということなんで、これどこのメーカーのやつ？ファーウェイの P9 でございます。ああ、新製品ですね。はい、ギャラクシーの S7H と迷ったのですが、ビッグカメラのポイントが使えるということと商品券2万円分があったので、安くこちらを購入することになりなましるほた。どね、そう決いうめ手ことだったはか。そこです。はい、 開けますか？全くの新品です。色開けまはすか？グレー。はい、開けます。開けますか？チタニウムグレーです。あ、本当 はい、開けます。はい。こういうのはどういう、どこから開けるんだろうね。私は大型なので、最初は丁寧にして、あとは雑になる派です。わ最か初だる。けやたら丁寧です。このようにラップも最初は丁寧に、行くんだけど、この後は雑。早いよ。雑になるのが 早いよ。さあ、開封いたしました。はい。箱の手触りはなんかこう食感いいですね。おお。あとはこの今回の P9 の特徴が、ライカ、ドイツの老舗のカメラメーカーのライカとコラボしているカメラ、デュアルカメラが特徴です。なるほど。これが購入の要因になった人も多いのではないでしょうか。日本ではそんなに買ってる人いない。携帯です。来ました。おお。こんな感じです。中はファーウェイと書いてあります。おしゃれな感じです。さあ、それで中身なのですが、これがまあボディ本体ですな。ホールド。結構薄いね。結構薄くて軽いのが今回の特徴なので。で、USB がタイプ C 型を使用しております。なんで普通の今まで使ってた USB ではなく、ほら。型が違うので、これ用のものじゃないといけへえ。ない。中に同梱されているものは、まあ、コネクターと、あとは変換器とヘッドホン、あ、イヤホンかな。あとは何か説明書が3つ入ってます。このマークのものなんでしょうか。なんか開けます。あ、クリアケースが入ってました。おお。まあ、最初はこれを使えということですかね。うんうん。気に入らなかったら他のものやれと。あとはここに SIM カード用のスロット、開けるスロットのピンがついてます。ああ、これなくしたら大変だ。なくしたら大変なやつですね。はい。ほんで、このマークのもの、これじゃなかった。この中身は何かというと、あ、これがあれですね、平行と今までの、今 USB。はい、接続のものと、で、こっちのマークのものが、まあ、イヤホンですね。イヤホン。おう。イヤホン。某メーカーにとてもよく似ているデザインというのが、この P9 の 評判です。あとはこれが USB と Type-C の変換コネクタかな。なんか前にネットで調べたときはそうです。あ、ですね、今までのものと USB モデルのはいはいとはい。タイプ C、 これが上下どちらからでもさせるってやつですね。おお。某メーカーのライトニング、ライトニング言っちゃったと同じです。言っちゃったよ。はい。で、これがまあ USB タイプ C。 まあ、外国のメーカーですけれども、割と高級感のあふれる感じにね、仕上がったり、全体的にはケーブルですね。はい。長さはこの、なんだろう、1メーターちょっとくらいかな、です。中身はこんな感じですね。では、肝心の本体の方。はい。上下ともに透明なカバーがついてます。このファーウェイの文字はこのフィルムの文字ですね。色がかっこいいです。さあ、というわけで、この一緒に買ってきた上のシート、ブルーライトカットのシートと、
と、あとは最初の付属のケースですかね、つけていきたいと思います。ここで一旦 CM。はい、というわけで CM 開けました。今の間に何をやってきたかというと、このイージモ IIJ の、僕が前使ってたのがこのギャラクシー S3 タミヤじゃないです。S3 だったんですけど、もう4年前の機種で、でこれがマイクロシムだったのかな、だったんですけど、この P9 はナノシムだったので、事務手続きでサイズ変更をしてきました。でこれの料金が3000円くらいで、まあサイズのシムの大きさは、まあこの番号とかあるから、まあこういう感じ、あとモザイクでまあこんな大きさであるという感じですね。今使っている、あで本当に手続きしたらもう電波が全然いきなり入らなくなりました。なのでこれは使えません。これ抜いても多分大丈夫。電池抜かないとダメか。雑雑の極み。よし、大きさの比較、裏面見せればいいんじゃないかな。あ、そっか、こんな感じ。ちょっと撮って斉藤さん。あ、確かに一回りちっちゃい、ね、一回りね、この差で3000円ですよ、もう、うん、どうですか一体ね、まあ、こういう感じです。これはなんか、返却しないといけないらしくて、会社に後で郵送してくださいと。送料はお客様負担でお願いしますと。返す必要あるかなとかちょっと思ってますはい、まあそんなんで、まあ、これは入れないと使えないかと入れます。じゃあまずやっぱ何を隠そう、本体ですかね。これを貼っていきたいと思います。うまくいったな。これが苦手なんだよな、貼るのが。これ みんなどうやってるのかな、うまい貼り方とかあるのかな。多分動画とかたくさんあるんだろうけど、なんかあれね、湿気があるといいっていうか、蒸気があるといい。湿気があるといい、うん、蒸気だ。なんか手の込んだ人は風呂場に持ち込んで、うん、なんか湯船とか張ってこう蒸気をね、マジもくもく耐えてるところで、うん、静電気とかも起きても良くないらしいから、裸になって貼るとかっていう人もいるらしい。ここはちょっと裸になれない、ちょっとまずいね。中身こんな感じです。お買いいただきありがとうございますと。あ、フィルムと、まあ、クロスって言ってもなんかすごいちっちゃいですね。もうこんなですよ、もうペラペラですよ。申し訳程度です。なんか一応取ったかなんか、大シシール、アクリフィルムとか書いてますね。今一応あと説明、フィルムの貼り方とか書いてます。はい。じゃあこれを貼りな見ながら。うん、じゃあこれを見ながら頑張ってみよう。貼っていきたいと思います。まずは、かたす。机の上をかたすところ。をまず読みます。本体表面に当て貼り位置上下を確認してください。本体表面の汚れやゴミ、油分を添付のクロスできれいに拭き取ってください。分かってるよそんなことは。ノートであなた分かってんだよ。よし、これでね、シールを剥がしたらなんかもう薄いですよ。これもうボロボロですよ本当に。まあね、ホコリを拭き取れればいいと。でこれを開けてた、だいたいこのね、貼る時の表と裏が分かりづらい。俺前 iPhone 使った時にシール3回ボケ買ったんだけれど、2回とも連続で裏面から貼ってしまうって。で結構吸着をしっかりして、
指やったらやたらとこのフィルムは指が張り付くの。しばらく1日使った後すごい汚れるって思ってる。これのどういうことなんだろう。クイックスコープの剥離フィルムを剥がします。こっちを剥がすってことはこうなるってことだね。あ、これは分かりやすいです。この P9 の場合はカメラの位置がこっち、インカメラこっちなんでこうですね。なんでこっちから剥がしてこう貼ると。なるほど、分かりやすい。結構そっか、昔はインカメラなかったからか。ああそうだね、うん、ない時代だったから分かりにくかったんだね。まず下から剥がして、下から貼っていくのかな、これ。多分そういうことじゃないかな。うん、これさ、うん、ちょっと見て、うん、大きさがこんななんだけどさ、うんうん、ここはここまでいかないんだね。そうだね、全部いくもんかと思ってた。うん、こんなもんなんだね。うん、え、合ってるこれ、大丈夫。でも P9 用だもんね。うん、え、どうですかこういうの。斉藤さんどう、これちょっと端まで行ってほしいよね。なんかまあね、ちょっと本体の温度が上昇したため一部のカメラ機能が利用できませんっていう。そろそろ一回止めろっていう。一回止めようか。